皆さんこんにちは。こんにちはじゃないですけど、こんばんは。今日は触覚、触った感覚ですね、それについてお話をしたいと思います。ちょっとその前に一つ簡単な質問をさせてください。右手を左胸に当ててみてください。皆さん生きてますか？当たり前ですよね。生きてるから心臓がこう動いて、その動きをこの右手に感じることができる。しかし、この当たり前のことを皆さんは日常どのくらい考える時間があるでしょうか？心臓というのは生まれてからずっと数十年、そして24時間、365日、ずっと動いています。寝ている間も起きている間も、1分間に5リットルの血流を体の中に送っているのです。僕も含めてこのことを実感しているということはなかなかないかもしれません。そこで今日はこのような心臓の働きだったりとか命のことを実感するそのような装置を持ってきました。これは心臓ピクニックという装置です。こちらの聴診器を胸に当てると、この心音が取ることができます。そしてこちらの回路で音を振動に変えます。そしてこの振動がこの白い箱、心臓ボックスと言いますけれども、これが震え出します。なのでこれを胸に当てると、今のように、これは振動なのでなかなかお伝えするのは難しいですけれども、とても早いです。とても緊張をしています。で、実はですね、これ先ほどダンスをした後だったらもっと速くなるでしょうし、寝ている間だともっとゆっくりかもしれません。さらに面白いことに、しばらくこうやって持っていると僕の中の心臓がここに出ているような気すらします。このセットは実は記録することもできるのです。今はちょっとあれですけれども、ここで取った心臓がここに記録されて、こちらの心臓ボックスが自動的に振動を始めます。そうするとこうやって両手で持ったりしたら誰かにあげたりとか、そういうこともできます。さらにここでですね、これを抜いてしまうとこの振動は止まるわけですね。この時とても切ない気分になります。手の上でこうドキ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 していたものが急に止まってしまうと、なぜか僕らはふと喪失感に襲われます。戻しておきましょうか。この心臓ピクニックというのは、普段まさに名前の通りたくさんの人と一緒にワークショップの形で体験をしています。例えばですけれども、子どもたちが自分の心臓を触ったり人の心臓を触ったりしながら命の大切さを学んだりしています。それだけではなくて、子ども、大人、お年寄り、たくさんの人が集まって心臓を触り合う。例えばですけれども、今日いらっしゃるか分かりませんけれども、お腹にもし赤ちゃんがいたとしたら、これをお腹に当てるときと胸に当てるときで違う振動を手に感じることができます。このようにこの触感、手に心臓を持つということは命の実感を私たちが得ることができる、こんな装置になっています。ちょっとせっかくなんで、この緊張している僕の心臓をどなたかに触っていただきたいなと思っているんですけれども、どうしましょう。すみません、そちらの方をお願いしていいですか。せっかくなんで舞台の上に上がっていただけます。どうぞこちら。ちょっといきなりですみません。ちょっとじゃあ
はい、ドキドキしてるところどうぞ。結構早いですよね。ありがとうございます。ちょっとお気づきかもしれないですけども、似てますかね。実は私の母親なんです。普段は言葉で話をするんですけれども、心臓を渡してコミュニケーションを取るってなかなかないなと思いました。どうもありがとうございました。いい体験です。心臓を渡すとか心臓を交換するっていうことはどういう意味があると思いますか。普段僕らが誰かと会うと、初めましてと、日本人は特にですけども名刺を渡しますよね。まず名前を交換する、つまり自分の希望を交換することで、だんだん親しくなると握手をしたりとかハグをしたりとか、だんだん身体的な情報を交換します。しかしこちらの場合はいきなり自分の一番大事な心臓を渡すわけですね。そして、ああどうもこう、あすいませんみたいな戸惑ってしまうわけですけれども、そういうコミュニケーションのあり方、今までだんだん希望的なところから身体的に変わっていくようなコミュニケーションっていうのを、いきなり身体的なところから始める、そんなこともできるんじゃないかという機会です。では次に、この触覚の別のプロジェクトについてお話をしたいと思います。じゃあちょっと立って話しますね。次のプロジェクトは震え言葉に関するプロジェクトです。書き言葉、それは書き言葉ですね。話し言葉、今まさに私がしていることです。震え言葉というのは震える、振動によって言葉を作ろうというプロジェクトです。これは辞書には載ってません。今ではないですね。私が考えつきました。そこでこの震え言葉を作るプロジェクトをしています。でそれについてお話をさせてください。でそのプロジェクトでは少し特殊な振動を使っています。それはこちらにあります身体貫通錯覚コミュニケーション、もう何言ってるかわからないと思いますけれども、自分のお腹と背中に振動スピーカーというのをつけます。振動するものですね。でそれをお腹背中の順番で少し時間差をつけて震わせてやるんです。ブルブルと。そうするとお腹の中を何かが通った気がするという錯覚が生じます。つまりブルブルっと震えると、そこにギュンとか何かこうお腹に来たっていう風に感じるわけです。このようなちょっと特殊な振動を使って震え言葉を作る、そういうことをやってみるプロジェクトをやってみました。では本当に震え言葉などを作ることができるのでしょうか。ビデオにてご紹介したいと思います。そんなことを実現する貫通振動ベルトが開発されていた、できるらしいです。先ほどの貫通触感を作るベルトですね。で、この6個のボタンのどれかを押すと1つ相手に振動が送られます。で、この時は目のほとんど見えない方とのコミュニケーションをしました。上の画像、相手に何が送られているかを指しています。そんなことを実現する振動電話震えが開発されていた。公衆電話が最近使われないので、こういう使い方もありかなということで。
会話ができないんですよ。どうやらできるらしいです。ここで行われていたこと、どういうことかというと、ボタンを押すと相手に振動が行きます。で、その中で、この場合は6種類の振動を順番にいろいろ選びながら相手に送るということをしてみました。日本語では、言葉が刺さるという言い回しがありますけども、この場合、まさにボタンを押すと言葉がぐさって刺さるんですね。言葉というよりは振動が刺さるわけですけども、そういうことをしてみたわけです。ただ、これ先ほどのビデオのシーンですけれども、ちょっと注目していただきたいのは、ここで笑いが起こっているということなんですね。ここの2人は特に喋りをしていません。会話はしていません。だけれども、こうボタンを押して振動を送っているだけなのに、なぜか話題が漏れてしまう。っていうのは、2人の間で文脈が共有されていないと笑いっていうのは起こらないわけです。この場合は私が彼に遅刻してごめんツンツンツンって送って向こうでべちゃーって帰ってきたんで、あ、ちょっとダメだ、謝罪がこう受け入れられなかったみたいなことで笑いがくれてると思いますけれども、このようにある文脈を共有できるならば、何かお互いこう送り合うことで一つの会話のようなものが成立するのかもしれないと思います。そしてもう一つ別の方ですけども、この場合、二人仲良さそうですかね。実は我々は振動を送ってあげるときに、それが誰なのかによってもそのメッセージの組み合わせ方を変えますし、相手が親しい相手だったらねえねえという触り方を優しくしたり、もしかしたら知らない人だったらもっと柔らかくするかもしれません。このように、実は明示的にしなかったとしても、そういう身体的なものというのは我々は自然に使っているわけです。そしてここでご紹介した震え言葉というのは、実は触覚の言葉というのは、目が見えなかったとしても耳が聞こえなかったとしても相手に伝えることができる、そんなものじゃないかと思っています。では最後に、なんで僕がこんなことをやってるか簡単にお話をさせてください。普段僕らの周りの情報技術というのは、まさに毎日スマホを見たりパソコンを見たり、たくさんの情報が送られてきています。そして僕がどういうふうに検索をしたか、何を買ったかによって、これはいかがですかとか、この本買いませんかとか、いろんな情報が送られてくるわけですね。それで何も考えずに思わず買ってしまうとか、そんなこともあったりします。それというのは、ちょっと言葉を変えればコンピューターの側を人間のことを制御しているというふうに言うこともできますし、もしかしたらその状態というのは人間にとっては幸福ではないのかもしれないというふうに思い始めました。そうであるならば、人はもう少し違ったやり方、物事、情報から自分で意味を発見するようなやり方っていうものが必要なんじゃないかと思っています。つまり、たくさんの情報が来たときに、単純にじゃあこれやればやればやればじゃなくって、これは自分にとって重要だとか、自分にとって価値があるということを自分自身で判断する、もしくは自分自身で反応する力っていうことが必要なんじゃないかなと思い始めました。そんな時にどうやったらいいんだろうと思ったんですけれども、その一つとして人の体っていうものに注目しました。人の体は生まれてからずっと何か自分が気持ちいい気持ち悪いとか、これはいい悪いとか、そういう自分の価値判断の歴史をずっと一緒に体験してきたわけです。それであるならば、何か情報を受け取った時に小さくかもしれませんけれども反応しているわけですね。だったらその身体の反応というものをうまくサポートしてあげるような情報技術っていうのが必要じゃないかなと思いました。言葉を変えるとですけれども、こう視覚だったりとか聴覚というのは
そこに何かがあるということはよくわかるんですけれども、なかなか人に感情を伝えることはできない、人の心を動かすことはそこまでできないかもしれません。一方で、先ほどご紹介した心臓を手に持ったりとか、触覚をこう自分で受ける、その中から何かコミュニケーションをする、そういう過程というのは身体が反応する支援に、サポートになるんじゃないかと思っています。そして今ここで情報技術にとって未発見って重要ですよねと言ったんですけれども、実はもう少し言うと生きていることっていうのは未発見の連続じゃないかなと思っています。つまり何かこうゴールがあってそれだけに向かって達成して終わりじゃなくて、毎日の生活の中で新しいことを発見する、もしかしたら自分を発見する、あ、自分ってこういうことできるんだとか、自分ってこんな人なのかもしれないってことを発見したり、さらには世界はこんな風に見ることができるんだっていうことを発見する、そういうことが僕らが生きていることなんじゃないかなと思っています。そしてその生きているための未発見には、触覚、情報を触覚化するとか、それだけじゃなくて私たち人間自身が触覚に対する感受性を持ったりとか、触れることでできるどのように表現するのかという、それをその触覚の表現能力を持つとか、そういう能力をこれから僕らが持っていくことが重要じゃないかなと思っています。以上で僕の話を終わります。ありがとうございました。